のりせん。こんにちは、コロリです。こんにちは、ラロです。のりせん始まります。はい、今回は特別な回になるかもしれないんで、そうですね、自分は非常に身の引き締まる思いがしてるんですが、この番組趣旨どんな趣旨でしたっけ。2人で乗り落ちをしてがっつり勝っていこうという番組です。はい、さらにね、20万ポロリこちらを達成しますと、はい、ラロちゃんの素敵な夢が叶うというね、はい、非常にドリーミーな番組になっております。実は前回なんと12万5500ポロリ、ね、はい、勝ちまして、なんとトータルが15万4500ポロリ、はい、4万5500ポロリでね、夢が達成という素晴らしい、はい、内容になっております。で、今回は2人とも期待してます？もちろん、今日でなんか最後なのかなみたいな。そうですか、そうですね、もうすぐ達成ということで、はい、非常に熱い状況での番組になるかなと思っております。はい、さあ、狙い台の方とかつけていきたいなと思うんですけど、はい、まずイベントを確認していきましょうか。はい、レッドオブスロットという全機種対象のイベントと同時にオール激ヤバ機種あり、はい、で、メールの方には今日はジャグラーが熱いと書いておりました。ジャグラーが熱い、はい、まあ、前日猪木が元気にするパチスロ機にも激ヤバ札が2台刺さってるんで、こう人気どころにも、そうですね、何かこうイベント的なものとか入りやすいのかなという印象なんですが、はい、緑丼は重いしね。状況的に緑行くのはもうあとその20万ポロリ達成の4万ちょっとっていうのも考えると、緑を攻める必要もないのかなとか。なるほど、ホームランはいらない、クリーンヒットが2本欲しいってところですか。そうなんですよ、はい、でもどうします、もうちょっと考えさせてください。すいません、オープニングでもうちょっと考えさせてください。他のスロット番組じゃない、斬新な。すいません、本当にちょっとリアルにどうしようか迷ってて、なんかこう今までのように狙い台とかまでまだ行きつけない機種を考えている状況なんですよ。はい、ここではあれですか、最終的に狙い台までは行かない、行かない感じです。行かない感じですか。はい、はい、始まってのお楽しみということで。すいません、新しい。はい、はい、ということで、はい、まあちょっとね、台数少ないのがいくつかあって、でその中でもジャグラーが本戦っていう感じで、はい、絞りきれてないみたいなんで、この後あれですか、いざホールに入るときがどうなるのかお楽しみっていう、はい、感じで、いや、ホールに入る前にはちゃんと指示をください。OK です。はい、了解です。了解しました。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今回も張り切っていってみましょう。せーの、目指せ20万ポロリ。のりせん。今回撮影に協力していただいたパーラー毎日桜ヶ丘店は、京王線聖蹟桜ヶ丘駅より徒歩1分。当店は4円パチンコ233台、1円パチンコ105台、スロット101台のラインナップ。当店のイベントはご覧の通り。当店はお客様の感動のために行動するをモットーに、爆裂出玉、楽しいイベントを多数ご用意しております。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしています。今回は夢の20万ポロリが達成できるか大切な実践です。散々悩んだ挙句、奈良ちゃんが狙うことにした機種は猪木のコーナー。液晶ズレ気になるんだったら触ってみたらいかがですか。ただ前日回ってた台の液晶ズレですよ。自分のが前日12、27だから、もしかしたらこっちの方がいいのかな。あ、そっちに移動してください。じゃあこっちの方がいい。はい、ポロリさんもアドリブを聞かせて台を決定です。あ、本当だ。さあ、それではね、猪木564番打とうと思います。566本命に考えてたんですけど、まあ、前々日の回数ね、1、3って少ない方をね選んで、まあ、胴上げ狙いをしてみます。さあ、いかがなもんでしょうかね。1ゲーム目、まずはリプレイなんで、まあ、猪木設定変更すると周期ゲームから始まるんで、1ゲーム目リプレイが揃うと変更の可能性、期待が高まります。私も猪木で今日は気合で頑張っていこうと思います。で、1ゲーム目が変なとこおっしゃったけどリプレイ、ララちゃんのも
1ゲーム目リプレイでしたね。全リセットかもね。それではこの機種に関してのお約束です。あの猪木の機種に関しては間違いなくポロリさんが打ってるんで、はい、ポロリさんが数えるものなど教えていただきたいんですけど。あー猪木ですか。まああの広角でのねチャンス名からのヒット率、これに大きな設定差があるんで、はい、まあ高設定見抜くならやっぱりここは、カウントしていきたいなというところですが、まあ、修行モード以外だとねはっきりとわからない場面が多いので、はい、緊急速報演出、はい、で、チャンス目っていうのをね、ART どのぐらい入るかっていうのをメインに見ていければと思います。はい、あとはまあ ART 中の外れ出現率が180分の1から300分の1っていう設定差があるんで、はい、そのあたり、それとレギュラー引いた時の闘魂注入、はい、これがまあだいたい4、5で 10% ずつぐらいですか、はい、あるので、まあその辺を見ていく感じでしょうかね。はい、あそうか、あとビッグ中のムービーがある。ああビッグ中のムービーがまああの特に第2ムービーが設定差がかなり大きいんで、はい、まあ、第1ムービーもカウントした方がいいんですけど、第1第2ムービー、見ていって、第2ムービーはもう出た時点でほとんど高設定かなぐらいの感じだと思います。はい、はい、出たことありますか。ないです。私もないです。さすが特リップ引きました。ララちゃんはちょうど100ゲーム目でチャンス目を引きましたが何も起らない。やれるのか。ダメだ。やれないのか。おい一番強いやつが天下取れこの野郎。おお来た道だ。やばい、これは激アツの道フリースじゃないですか。私初めて引いたんですけど。いやなかなか引けないからね。特リップを引いてこうなりました。特リップの後に道のチャンスゾーンがあって、そこで赤ななんかレギュラーを引いた時だけに道が激レアです。やばい激レアだ。やったぞこの野郎やばいですけど道引けましたよ。道フリーズは赤ビッグかレギュラーボーナスが確定。平均 ART15 連チャンが期待できる激レア演出です。どうでした。ありがとうございます。レギュラーの場合は最後の6択全てに闘魂注入ですね。やばいやばい。さあ道からのボーナスは必ず ART が7つついてきます。とても強いです、はい、頑張ってください。107ゲームで よし果たしてララちゃんは何連チャンさせることができるんでしょうかね。ベルの外れから ART が始まる。さあ ART 中は外れ回数をカウントしましょう。 OK です。3ゲーム。 ART 中の3択リプレイでは、しゃーすげえなんかノリノリだ。滑り出し絶好調のララちゃん。一方のポロリさんは、何？まあ緊急入院モード一応 ART 突入期待度が高いですが、まあ、あの早めにこう覚醒しちゃうと今 30でしたからね、せめて70とかいかないと。勝機、一切勝機はないと思います。ね、本当に何で当たった今。定格ヒットかもしれないですねこれね。ポロリさんもやりますね。定格チャンス目からは全然高設定でもヒットしないんですけど、まぐれあたりかと思われます。やばい今気づいてなかった、地元出現だこれ。まあ地元なんで連チャンしますね。
なんか始まって20分しか経ってないのに2人ともいい感じじゃないですか。よしよし、50乗った。さすが、乗ってる。乗ってます。よしよし。おお、ボーナス確定のフリーズなんか出しちゃって3ダウン258。ここでも上乗せしちゃうんですか。てめえの力で勝ち取ってみろ。注入された。闘魂注入で上乗せ確定ですね。なんかよくわからないけどいいスタートになってる。あれ、発動しませんね。あれ、ボーナス当たってる。あ、当たってますね。ベルこぼし目が出たのにエアリティ入らなかったんで。はい、8ゲーム。ポロリさんノリノリですね。今回の実戦で夢達成できちゃうんじゃないですか。ララちゃんも上乗せが絶好調です。はい、よし、100ゲームの上乗せじゃないですか。やばいですけど100。2人の快進撃はまだまだこれからです。入ったっぽい。よし、おめでとうございます。ありがとうございます。26で、プラス20。265ゲーム。このレギュラー終了後には1、2、3。うわ、もうよくわからないぞ。8ゲーム、ボーナスプラス10ゲームでした。お、また外れだ。ポロリさんの台は外れ出現率もいいみたい。もしかして。お願いします。よし、30。あ、強水化だ。化けかい。またまあそうだよね。まあ2回成功だけでも。これじゃねえ。ララちゃんの連チャンもまだまだ続きそう。熱い。おお、これは強制。
やべ、超激アツですよこれ。赤七かプレミアムボーナス。ここでプレミアムボーナス引いちゃうんですか。どうするよおい、どうするんだおい。そんなに甘くないって。ああ緊張した。でも赤ビッグですよ。確かなんか2分の1だったような気がするけど、振り分けに負けた。72。いやいや、あっという間に1000枚突破ですね。ララちゃんもまだまだ絶好調だ。86枚。素晴らしい。そうノリノリだ。そうやれるのか。あー ART に行く前にまただ超ラッキーじゃん。これは設定差ないんですよね。ないですね、設定差ないです。赤は8。はい、41ゲーム青七。あらあら、ポロリさん終わっちゃった。おっと、ララちゃんも今何セット目。10セット。もう終わってるっぽい。終わってましたね。レンちゃんは終わってしまったけど、コロリさんの代は。やれちゃった、どうしよう、どうもしないけど。チャンスリップから青7、134ゲーム。外れの回数は2回。残念。まあでも外れ分母が大きいし、はい、あんまりサンプルが取れないんで、実はそんなに当てにならないんですよ。そうですね、うん、ララちゃん、はい、あまり考えちゃいけないことなんですけど、今なら20万ポロリを達成している気がします。そうですね。ね、やめていいですか。ダメです。ダメですよララちゃん。おーちょ、闘魂チャンス。ポロリさんはまた闘魂チャンス突入ですか。高設定の可能性が高くなってきましたね。一方のララちゃんは、めっちゃ滑った。スイカ、はい、負けの方か。スイカで青化け引きましたね。ポロリさん、地元出現が出てるじゃないですか。勢いが全く衰えませんね。帝国じゃないのか、おい、おお、プラス役になった。おお、すごい。くぞー、またボーナス引いちゃうし、すごいね、ほんと。って、これはやれるのか、ララ。やばい、プレミアムボーナス引いた。1万6000分の1引いてやれるのか、お前。本当に、本当に。すごいよ、ポロリさん。どうしちゃったのさ。頑張ってください。頑張ります。あれ？嫌な予感しかしない。
一回レバー叩かせてあげるよ。いや、ポロリさんが引いたものだから。4段まで行くねとかね、そんな無理だから。頑張ってください。もう気が抜けてるからダメっぽい。あ、違う、もう全然違うとこ押してるし、だだしかも失敗してる。弱え。いやでも12回おめでとうございます、はい、頑張りました。いやいやいや、なんかもう私も引きたいな。さあ12段です。プレミアムボーナスは気持ちが良い。7ゲーム目から フリーズだ、ボーナスだ。青7だ。よいしょ、131ゲームポロリさんの勢いは衰えるどころか増しちゃいましたね。奈々ちゃんの方は当たった、当たった。ちょっと店内の様子見に行こう。設定差のない赤ビッグでしのいでいるけど、高設定の期待はできないみたい。やっぱザクラが気になるんですよね。まだ様子見だけだけど。次に狙う台を考え始めたララちゃんに対し、ゴロリさんは自力プラス30、これはちょっとポイントになる。フリーズでボーナス確定です。3だ。しょうがないんだよな、相手って。あ、でも一応あれだったのか、狙った方が良かったのかな。390ゲームポロリさん、はい、私このまま打ち続けてて平気なんでしょうか。島の中で強めなの、右から2台目のが強いかなと思うんだけど、右にが空いたら移動しようかな。うん、その方がいいかも。熱い。あ、当たってる多分。あ、ボーナスありがとう。ほほー、いいですね、いいですね。184ゲームアカナナですね。ポロリさん今日ノリノリですね。あ、これ当たったっぽい。赤化けが当たりました。ザクスイ、レギュラーボーナス。わー、スタザラが飲まれた。でもチャンス目引いたから、ちょっと頑張ってみたララちゃんですが、やめようかな。周りの台見て、ポロさん、はい、やめようと思うんですけど、
そうだね、次多分打つ台がないと思うんだけどな。そう、もうすぐお昼なんで、うん、戻ってきてザグラを打つか、まあそうだね、また猪木に戻るか。だから猪木打つんだったらこれなら打ちたいとか、なんかそういう方向性は欲しいよね。右から2番目だったら打ちたいけど、他は打ちたくない。そうですね、右になったら打ちたいかな。やめます。一応大移動 OK ということなので、このコインは持ってることにします。多分750ぐらいだと思います。投資が4000円なんで。ララちゃんの前半戦はここで終了、うん、当たってた。129ゲーム、よいしょ。あー、まだいた。19セット目、思ったより全然いますね。うわ、さあ ART ね、潜伏がないみたいなんで前半戦ここで終わろうと思います。302さあということで前半戦無事に終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですかてめえらこの野郎。今日ボロリさんおかしいですよ、はい、テンションがね。猪木町で今日は終始行こうと思ってます。でそんな猪木はですね、はい、自分から行くのはね振っといてね、はい、233ゲーム謎の闘魂チャンス、これ、はい、広角に上がってヒットしたのか何なのかっていうところなんですけど、もしかしたら定格チャンス目からヒットしたのかもしれない。まあとにかくね、闘魂チャンス引きまして、それがタラタラと連チャンをして出玉を作ったところで、まあ、プレミアムボーナスですか、はい、引きまして、まあ過去の実績でね1ダーで終わったんでどうなるかと思ったんですけど、なんと12打第2ラウンドだけだけどね、第1ラウンド第3ラウンドは即死したんで、で12打引きまして、今それをね、19セット消化したところで、まあ、どうやらストックが切れました、はい、今かなりコインはある、3000枚ぐらいあるでしょうか。すごいですね。なので僕だけでも20万ポロリ達成できそうな勢いですが、はい、ララちゃんはどんなでしょうか。私の方はですね、朝4000ポロリで、はい、道を引きました、はい、私の場合は13、まあでもベース7連なんで、そうですね、うん、まあ、でも乗せてる方で、ね、はい、乗せて13みたいな感じだったんですけど、投資が4000ポロリで回収が多分800か750枚ぐらいあると思います。はい、はい、っていう感じですね。このままいくと夢の20万ポロリ無事に達成できてしまいそうな、はい、そんな勢いを感じます。で僕の台は広角、明らかな広角でのチャンス目は1回引いて1回ヒットなんで、状況的には悪くないです。ただ、まあ、はい、こんなのねいくらでもひっくり返りますからどうなるかわからないですけど、まあ、後半もこの台を打ち続けていきたいなというところです、はい、ララちゃんはじゃあちょっと探さないといけないっていう一つ課題が、ね、ある感じですけど、やれるのかお前本当に。やりますよ。やれるのか。はい、ということで2人とも頑張って、20万ポロリ達成していきたいと思います、はい、ということで次回もお楽しみに。それではさよなら。さよなら。